源平合戦は虚構、本当は全面対決してない源氏と平氏。源平合戦というと戦国時代に次いで人気がある歴史ジャンルです。平治の乱で敗れた源義朝の遺児の源頼朝が平清盛に除名され、弟の源義経らを従えて関東で勢力を拡大し、平清盛亡き後の平家を追い詰めて、最後には壇の浦で海の藻くずとしてしまう展開は上者必須の言葉を想起させます。しかし、いかにも源氏と平氏の全面対決に見えるこの戦い、実は源平だけの戦いではなかったのです。源頼朝に従った平氏、平家物語などを見るといかにも源氏の棟梁の源頼朝と平家の棟梁平清盛の全面対決に見える戦いですが、現実には源頼朝に味方した平氏の武将は大勢いました。もともと関東は桓武平氏の平義文を祖として下総、上総、武蔵、相模に根を張った坂東八平氏の力が強い地域でした。例えば千葉常胤、三浦義明、畠山重忠、江戸重長、梶原景時のような武将は皆坂東八平氏です。教科書的には北条時政のような兵士の武将しか描かれませんが、ところがどっこいなんですね。平宗盛に従った源氏、逆に平宗盛に従った源氏も新田義重、佐竹秀吉、源末忠などの名前が挙がります。新田義重はかの源義家の孫ですし、源末忠は清和源氏の流れを汲みながら平家の侍大将でした。平家についた源氏というと、平治の乱で義朝に愛想を尽かして清盛に寝返り、後年にまた源氏に服す源頼政が有名ですが、それだけではないのです。このように平家も純粋に平家一門だけで固まっているわけではありません。血縁よりも地縁を重視した武士、いかに平氏一門、源氏一門といっても共通の先祖は5代も6代も遠ざかっていることもあり、同じ兵士でも会ったこともない赤の他人でした。それに武士にとっては自分が領有する土地を守ることが最優先であり、その意味で血縁よりも自身が住んでいる土地の地縁を重視することが多かったのです。具体的に言えば、自分の領地の周辺で源氏が強いなら源氏に、兵士が強いなら兵士につくというのが武士たちの現実的な選択でした。最初に紹介した坂東八平氏が頼朝についたのも、河内源氏が関東で大きな力を持っていたからなのです。平家に反旗を翻したのは源氏だけではない。平家物語を読んでいると、平家に反旗を翻しているのは源氏がメインのようですが、実際には違いました。それには平家政権に抑えられた熊野勢力、興福寺、炎上寺らの寺社勢力や、合戦前期には北陸や九州で非源平の武士団も蜂起しています。例えば九州の菊池高直らは源氏でも平家でもありません。そもそも平清盛が属する伊勢平氏は天皇や摂関家と結んで国政を牛耳り、もともと17カ国だった平氏の地業は32カ国に倍増し、日本の半分に達し、平家の息がかかった国主が赴任し、在地豪族は退けられました。これを恨んでいる豪族は一人や二人ではなかったのです。平家でないものは人間ではないというほどの平家の権勢は、ぶっちゃけ源氏でなくてもほぼオールジャパンで嫌われ、一触即発だったのです。また源氏といっても頼朝のような軍事貴族だけではない、非軍事の貴族もいました。それらは佐賀源氏や醍醐源氏、村上源氏であり当時の源氏の長者でしたが、別に彼らは頼朝に連動して背いたわけでもありません。源頼朝だけが源氏の嫡流ではない。源頼朝と源義朝父子が源義家の血を引く源氏の嫡流という考え方も、実は鎌倉幕府が成立してからできた結果論に過ぎません。河内源氏は実際には複数の流れを持ち、単独の嫡流が存在しているわけではなく、源義家の後継者に正当性を限定しても、源義仲や源義朝、義方の弟の源義家も、
先に紹介した新田義重もその地位を主張できるのです。別に源氏は河内源氏だけではないわけで、たまたま源頼朝が同じ源氏のライバルを蹴散らして鎌倉に幕府を開いたので、後世から嫡流だと認定されただけなのです。平家が負けたのは貴族化だけが理由ではない。一般に源平合戦における平家の敗因は、平家が20年の栄華で貴族化しすっかり堕落したことが強調されがちですが、実際にはそれだけではありません。まず反乱軍になった頼朝は朝廷に弓を引く形になったので、生き残りのために革命的なことを始めました。それが朝廷の許しを得ずに戦争で倒した相手の領地を没収し、さらに没収した土地を朝廷の許可なしに部下に分配してしまうことです。これはある意味朝廷の権威を否定する行為ですが、何を言われようと実力で奪った土地を守り部下の領地を守るという頼朝のシステムは、手柄を上げれば恩賞として土地がもらえることを保証し士気を高めたのです。しかし京都を支配する平家は朝廷のシステムに乗っ取らないといけないので、利害関係の調整があり、頼朝のように土地の大盤振る舞いは不可能でした。ただでさえ嫌われている上に恩賞も少ないとなっては、いかに天皇の命令で各地の豪族に動員をかけても動きが鈍いのは仕方なかったのです。鎌倉時代ライター川嘘の独り言。このように従来の源平合戦という故障では実際の戦いの実相を見誤る可能性が高いので、現在では当時の元号を取り自称寿永の乱と呼称するようになっています。本当の源平合戦は決して平氏と源氏だけの全面対決ではなかったのです。最後までご視聴ありがとうございます。今回の初めての三国志 TV はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからも初めての三国志をよろしくお願いします。